水も甘いも噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれ break on。 内田優馬と斉藤聡馬の最強はどっちだ決定戦、イエーイ。さあというわけで皆様こんにちは、はい、テレビアニメオリエント武蔵役の内田優馬です。そして、金巻小次郎役の斉藤聡馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでこの番組はですね、はいはい、テレビアニメオリエントがですね1月から開始されますということで、はいはいはい、最強に盛り上げていこうじゃないかという番組となっております。なるほど、そうですよ、はい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 、なんですねオリエントを皆様にね知っていただきたいと思います、はい、テレビアニメオリエントは来年1月5日より放送が始まる真木の大高忍の最新作ネオ戦国の世を舞台に、僕たちが演じる武蔵と小次郎が最強の武士団結成の夢を誓い合い鬼退治に挑む王道バトルアクションとなっております。はい、そんな2人の夢最強の武士団結成にかけて、はい、我々2人がさまざまな勝負の中で、ええ、どちらが最強なのかを決めようじゃないかという。決めちゃいますか。はい、まあでもこれを決めていくことでねオリエントはもっともっとガッといきますから、はい、やっていきますよ。やっていきましょう。さあというわけで2人でいろいろ対戦していくんですけど、うん、最終的に勝利した方にはなんか素敵なプレゼント。え、何何何らしいですよ。いや何これはだってもうこの座組ですから相当な土地の権利とかくれるよ。土地の権利、いや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 、その時代感やっぱり、やっぱり大事だから土地を所有するのはね。ではね、さあというわけで早速第一戦に参りましょう。武士たるもの瞬時の判断力が必要、最強の判断力対決。おっ、いやーというわけでですね、はいはい、第一戦は武士たるもの何事にも瞬時の判断力が必要ということで、作品にまつわる問題で対決していきます。早押しでより多く正解した方が勝利ということになります。時間制限ございますのでどんどん答えていきましょう。やっぱりね我々声優もね、はい、その瞬間的な判断力瞬発力というのは大事ですからですね。はい、もうね、はい、普段研ぎ澄ましまくってますから、まあ、研ぎ澄ましまくってますね。簡単に解いてやりますよ。おすごい、お強気な。こんなものはねどんな問題全く知りませんけどね一体どんな問題なのか ねさあというわけで早速やってまいりましょう、はい、問題をお願いします。次のうち役名としてくそー来ました D 武蔵小次郎。いやー悔しい。いいね、やっぱり瞬発力研ぎ澄まされてるね。任せてください。もう見慣れた文字ですから見慣れた文字ですからね逆にね、そうかそうか、こういう感じの問題が続いていくというね。わかりました、はい、スピード勝負ですからどんどん参りましょう、はい、問題お願いします。大高忍先生のどうだこれは。あ、私ですか。 B オリエント。よーし、これはね、これはもうだいぶ非常に難しい問題でしたね。本当か、これは本当に際どかったです。本当に一番分からんとあかんやあかんやろうに、はいはいはい、じゃあ続いての問題お願いします。次のうちお米あそう、どういうこと、どういうことこれ。あーあったはい、C お肉。あーくそ、うわーちょっとこういうのもあるんだこういうのもある。どういう、ちなみにお米っていうのはなんかもうそもう瞬発力だけ、そのなんか米食い鬼みたいな飯ねえかみたいな巻きそうなイメージあるやん、なんか鬼に対してお米豆やろそれだとしたらそういうことかよ。ちょっとじゃ引っ掛け問題だったねこれは。ですねですね。さあじゃあ続いての問題いきましょう、こちら、はい、え？えっ？に欠かせないのはカツオ。え？はい。あ、C のブッシュ。あ、いいねいいね。でもちょっとなんか慣れてきたね。慣れてきましたね。よしよし、わかりました。小気味問題が多いです。はい、さあじゃあ続いての問題こちら。今5問。え？5問目。
さあマジで強いよね数字マジで計算早くない？そろそろ来るんじゃないかと思ってましたよ。私はね、いや予測かい、クール侍ですからね。予測立ててたんかい。すげえ、これマジすごいわ。いやいやいや、さあどんどん参りましょう、はい、続いての問題こちら。四角に入る漢字を答えろ。うん、はよしすげえ。全部でいくらでしょう？マジやめて。634円。あ、武蔵。武蔵。おお。丸に入る名前を答えよ。え？たま。え？あ、もうそのまま。武蔵。侍は。あっち、どっち？これは、いや、ゆうまくんが早かったかな。お、私、脇差し。あー、やー。金の社長。早かったね。早かった。A です。あらー。いやー、素晴らしい。あ、じゃあ。負けた。C、豆。武蔵小次郎。マジ？武蔵。うわー、マジか、マジか。待って待って、魔物、魔物、魔物。魔物です。え？やばい。え？取れた？勉強。あ、本当だ。いや本当、まあ確かに間違ってないけど、押してから考えてるよね。これはだから間違ってない、戦略としては。戦略としてはね、勝てばいいから武士はやっぱり、ね、うん、いいんだけど。いやでも、いやでもさ、そろそろさ、いや次の答えも武蔵なんじゃないかと思ったわけ。早っ。 B。 うわ早いな、早っ。小次郎への思い強っ。武蔵が出しているのかな。イエーイ、C。 これはもうね、手がありました。 おラストですよ。ここ決めたいとこですね。確かにここ決めたいとこですから、最後の問題参りましょう。オリエンと逆から読む。お、 B。 どういうこと、どういうこと、なんで。もう一回考えてみたら。オリエント、オリエント、オリエン。だいや、やっぱさすがだね。早かったね、今の問題。やっぱ最終問題強かったね。最終問題すもう早すぎてちょっとスローに見えた。早すぎたから、もういや、もう早すぎてまるで2回答えたかのように見えたから。本当に残像あった、残像あった。本当にジェットカットでもごまかしきれない残像が。ジェットカットでも。いやー、これで問題が全て終了しました。はい。さあ、いや、どうなったんだろう、これ。これ結構いい勝負だと思います。さあ、内田さん発表してくださいよ。発表いたします、私内田が6勝、相馬くんが10勝ということで、相馬くんの勝利。イエーイ。何やねん。そりゃ余裕があるわけだわ、最後の問題で。そりゃよ、そりゃちょっとね、配分を考えて、こう配分、絵の配分をね、配分考えて。いやいや、いや、木まで使う余裕あったよ。どうでした？ただですね、まだまだこの勝負続きます。ちょっとカウントミスがありました。カウントミス、カウントミスがありました。ここも使います。生かそう、生かそう、これは生かそう。ここミスり、いや、これがひっくり返る可能性あるよ、これ。そうだよ、これは。そうだよな、本当にやっぱそうだわ。カウントミスです。内田7勝、相馬くん9勝で、相馬くんの勝利。かわいい。笑いなんかい。入れるなや。わざわざ入れるなや。でもやっぱりほら、やっぱりこういうさ、動画だとさ、はいはい、嘘ついちゃいけないから。厳密にいかないと、やっぱりそこは。確かに厳密にいかないといけない、大事ですからね。いやー、でもこれはいいね、初回にしてだいぶ白熱したんじゃないですか。これめちゃめちゃいい勝負でしたよね。これはね、でもこの先の勝負、うん、まだまだ第一戦ですから。そうだよね、ここからね、まくりますよ。とね、どんな、だから毎回違う勝負ってことだよね。そうです。いや、楽しみですね、はい、どんな勝負が次回ね、あるのか、ぜひご覧くださいませ。はい、はい、というわけで、
テレビアニメオリエントは1月5日より毎週水曜24時からテレビ東京、水曜24時30分からは BS テレ東、木曜21時からは ATX でついに第1話が放送されます。はい、ということでぜひご覧になってくださいませ。せーの、バイバーイ。